皆さんおはようございます。ティーンダーのミラクルボーイキングタクです。今日はですねワークショップアドバンスト編です。はい、価値観ベスト3を上げるのはいろいろあります。いいところと悪いはありません。とにかく環境によって視野が変わるんです、いろいろと。はい、拡張ゴールボール、これダイバーシティの理解を含めるのもいいですね。はい、異文化コミュニケーション、いろいろなコミュニケーションいいですね、海外の。はい、まあどういう感じか楽しみですね。トーキングサーク、こういうサッカーみたいなトーキングサークもいいですね。リーダーインテグレーション、こういう風な感じも知ってること知らないこといろいろいいですね。はい、コラボペインティング、こんなペインティングもあったらいいですね。はい、ビジョンチャート、ビジョンチャートもこれもいいですね。強み弱みチャンス脅威などいろいろ勉強になりますね。はい、アクションコード、こういう感じもいいですね。はい、あとは簡易プロセス分析もいいですね。これボトルネック見つけて、はい、SDGs を勉強となるツナイトシステム、こういう風な自分に結びつけるのもいいですね。まさに SDGs ですね。はい、あとは課題解決キット、こういうのもあって、ビッグデータ分析、デジタル取引、人工臓器、携帯式分析機、自動運転車、遺伝子治療、遺伝子編集、動植物、モジュール化、無人航空機、4D プリンター、3D プリンター、再生可能エネルギー、サービスロボット、知覚インターフェース、センサー群、スマート繊維素材、あとはバーチャルリアリティ、VR ですね、AR、あとはテレプレゼンス、ナノ素材、ナノ粒子、量子コンピューター、感情コンピューティング、ニューネットワーク、群制御、群知能、機械学習、脳とコンピューター結合、シェアリングエコノミーなどいろいろありますね。こういう未来が変わりますね。バックキャスティング、こういうアクションを落とし込むのもいいですね。はい、いろいろなワークショップいいですね。というわけでワークショップアドバンスト編でした。バイバイ。